三角不等式、数学における三角不等式、三角不等式は任意の三角形に対してその任意の二辺の和が残りの一辺よりも大きくなければならないことを述べるものである。三角形の三辺がで最大辺がとすれば三角不等式和が成り立つことを主張している。統合が成立するのは三角形が面積に対価した時に限る。 ユークリッド幾何学ほかいくつかの幾何学において、三角不等式は距離に関する定理であって、ベクトルやベクトルの長さ、ノルムを用いてと書くことができる。ここで、第三辺の長さがベクトルの輪で置き換わっていることに注意。が、実数のとき、それをのベクトルと見れば、三角不等式は絶対値の間の関係を記述するものとなる。ユークリッド幾何学において、 直角三角形に対する三角不等式は三、平方の定理の規決であり、一般の三角形の場合は、予言定理の規決である。もちろん、それらの定理によらない証明は可能であるけども、三角不等式は、矢のいずれかにおいて直感的に見ることができる。渦は明らかに、不等号が成り立つものから等号に近いものまでの三、例である。ユークリッド幾何学の場合では、 統合が成立するには一つの角がで二つの角がの、場合、従って三頂点が場合に限られる。従って、ユークリッド幾何学において二点間の最短距離は直線でる。球面幾何学において二点間の最短距離は大円弧であるが、球面上の二点間の距離が、その二点を結ぶ列弧線分、大円の中で、その二点を単点とする二つの弧のうち中心角がの、 もので与えられるものとれば、三角不等式が成り立つ。三角不等式は、ノルムや距離関数の定義性質の一つである。そのような性質は、各々特定の空間、実数直線やユークリッド空間や引く空間や内積空間に対して、そのようなノルムや距離関数となるべき任意の関数に対する定理として、きちんと述べなければならない。ユークリッドは、 平面幾何における三角不等式を図のような構成を用いて証明した三角形に対して一辺を共有する二等辺三角形をもう一つの等辺の足が辺の延長上にあるように作る。すると角についてが言えるからさらに辺についても言える。しかしなのだから辺の和についてとなるということがユークリッドの言論アイカンの命題20に書かれている。 三角不等式は、数学的機能法により、任意の接線に関する命題に拡張することができる。すなわち、そのような接線のすべての辺の長さの和は、その接線の二端点を直線で結んだ、長さよりも小さくなるとはない。特にその規結として、多角形の、どんな長さの辺も残りすべての辺の長さの和より、必ず小さいことが言える。 このように接線に対して一般化すれば、ユークリッド幾何において2点間を結ぶ最短曲線が直線であることが示せる。2点間を結ぶ接線が、その2点間を結ぶ線分よりも短くならないことから、曲線の弧長がその曲線の両端点の間の距離より短くなることはないことが従う。実際、定義により、曲線の弧長はそれを禁じする接線の長さの上限で、 接線に対する結果は、単点間を結ぶ線分が、すべての接線近似の中で最短ということであった。曲線の古長は、任意の接線近似の長さ以上であるから、曲線それ自身が直線経路より短くなることはない。三角不等式をより、高次元に一般化して、ものとして、ユークリット空間内の引く、次元単体の次元の超体積は、 それ以外のこのファセットの超体積のは以下である。特に、四面体の一つの三角形面の面積は、他の三面の面積のは以下になる。ノルム空間に対して、ノルムを定義する性質の一つが三角不等式である。つまり、二つのノルムは、その二つのベクトルそれぞれの長さの和で抑えられる。これを、劣化法性と呼ぶこともある。 ノルムとして振る舞うことが期待される任意の関数はこの要件を満たしなければならない。ノルム空間がユークリット空間あるいはより一般の競技凸空間ならばとなるための必要十分条件は3点のなす三角形が対化していること、すなわちが同一般直線上にあることである。式で書けばまたはまたはとなる。この性質は競技凸ノルム空間。 例えば、引く空間、など、を特徴づける。しかし、これが成立しないノルム空間も存在する。距離空間の距離関数をとすれば、三角不等式は、距離関数の定義要件の一つである。つまり、からまでの距離は、らへの距離とらまでの距離の和で上から抑えられる。三角不等式は、距離空間上の興味の大半を占める、中速性に関わっている。これは、 距離関数の残りの要件が比較的単純なことによる。例えば距離空間における任意の収束列が公式列であるということは三角不等式からの直接の規決である。何となれば、およびを距離空間における収束の定義にある通りの任意のに対しておよび、なるようにとれば三角不等式によりとなり、点列は定義により公式列である。ノルム空間を ノルムの誘導する距離関数の下で距離空間と見ては視点から終点へ結んだベクトルと解釈するときこの空間の距離空間としての三角不等式は前説で述べたノルム空間の場合の三角不等式に帰着される三角不等式が上からの評価であるのに対し下からの評価を与える逆向きの三角不等式は 三角不等式からの初等的な帰結として得られる。それは平面幾何の言葉で言えば三角形の任意の辺はその他の二辺の差よりも大きいということができる。ノルム空間の場合にはあるいは距離空間の場合にはということになる。これはノルムや距離関数がのリップシッツ連続関数となることを示すもので、従って特に一応連続である。逆三角不等式は 通常の三角不等式を用いて証明できるに注意すれば、ミンコフスキー空間においてが共に未来光水内にある時間的ベクトルならば、三角不等式は逆向きの評価になる。この不等式の物理学的例が特殊相対論における双子のパラドックスである。二つのベクトルが共に過去降水内にある場合や、少なくとも一方がヌルベクトルである場合にも、同じく、 この逆向きの不等号を持つ三角不等式が成り立つ。この結果は任意の自然数に対する次元において成立する。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。